どうもプラルでございます。今回もやっていきましょうということで、今回はですね、こちらですね、まあ、恋の5月病の、ついにGチケのね、手に入るステージの方ですね、こちらの方が新しく出ましたので、今回はですね、こちらの方をちょっと遊んでみようかなと思います。期間限定高難易度ステージ登場ということで、こちらですね、新敵がなんか柏餅 2.0 ということで、これはまさかのメタルっぽいんですけれども、ちょっとどうなるかわからないので、とりあえずちょっとねパーティーを組みながら、まあ、適当に最初の方やってみようかな。はい、じゃあ最初ですね、こちらですね、恋の胸騒ぎ、やっていこうかなと思うんですけども、全くパーティーの方がね組めてないので、いつもですね、まあ、ゲリラで回ってるね、ステージやにや、パーティーの方をちょっとねうまくスロットをコピーして、ちょっとね、軽くちょっと編成していきたいと思います。はい、ということで、とりあえずこちらのパーティーの方でちょっとやってみようかなと思います。ちょっとね、出てくる敵の方が全くね、分かってないんですけども、一応多分メタルかなって思ってるんで、とりあえずメタル対策としてとりあえずこんな感じでいきたいと思います。じゃあスピードアップ消していきたいと思います。恋の胸騒ぎいきましょう。出陣。あ、そうか、全くあれですね。あーっていうことは、もしさ出てくるんであれば、あー、これか、これがあれですね、新敵ですね。なんだっけ、柏餅 2.0 2.0 で合ってるか分かんないけど、ちょっと試してみましょう。はい、猫嵐の方で、でこれで多分メタルっぽいよね。これメタルじゃないのかな。あ、メタルだね。あ、メタルだ、メタルだ。っていうことで、まあ多分これで問題ないんじゃないかなと思うので、とりあえずちょっとこのパーティーでいきたいと思います。まあこれで、無理そうであればまたねパーティーの方をね、組み直そうかなと思うので、じゃあいきたいと思います。で、ちょっとね、まあグデ結構強くない？え、結構強くない？待って嘘だろ、初っ端から。あ、でも HP 自体はそんなに、あれ、ちょっと待って、これどっちだ、これフィジカル、待ってメタルじゃないこれ。ちょ、待って属性がわからないんだけど、ちょっとかなり迷子なってるんだけど、でもメタルじゃないのかな。ちょっとこれコメントでいただければなと思います。ちょっとね、敵の図鑑の方見てる場合じゃないので、はい、ということでいきますよ。で、とりあえずもうカット入れないでガンガンね、来た、登録マッチングアプリだってということで、こちらの方行きたいと思います。じゃあ行きましょう、スジン。ということで、じゃあとりあえずこちらの方もね、ガンガンちょっと進めていきたいと思います。これぶっちゃけどうなんだろうね、これ全然メタルじゃなかったらさねえっていう感じなんですけれども、まあ、なんか HP が低いよね。クリティカル出さなくてもいけるってことはさ、これなんかちょっとさ違うよね、絶対違う気がしてきた。まあでもこういうこともね、まああるあるかもしれないのでね、もうパーティー変えてるあれはないので、あ、お、このこれはまあもうしょうがない、これでもいけるでしょうね。もうガンガンいきたいと思います。はい、もうしょうがない、もうここまで来たらとりあえずもう攻めるしかないのでね、行くしかありません。まあとりあえずまあ負けたら本当にね、組み直さなくちゃいけないので、ってことは完全にそうですね、もうクリスタル出すキャラクター出さなくてもね、なんとかなるかなと思って、ここミュール出したいな、ミュート出せばすぐ終わるんだけれども、まあ多分ね、あれですね、ダオ出さなくてもなんとかなりそうなんで、このまま行きたいと思います。よし、オッケー。いやー、移動速度の方が速いキャラクターでもね、もう準備しとけばよかったなと思うんですけれども、まあ、そうも言ってられませんので、とりあえずこのまま行きたいと思います。これ全部リクスだ、また5ステージぐらいあるのかな。多分スタミナギリギリ多分足りるかなと思うんですけども、なんか負けた場合に関してはちょっとあれなんですけど、まあ多分これで行きたい。はい、 OK、 終了でございます。はい、ということで次ですね、こちら、新鮮お見合いデート、こちらの方行きたいと思います。行きましょう、出陣。ということで、なんかマッチングアプリからの新鮮お見合いデートってことですかね。流れが全然つかめないんだけど、そういうのに関しては疎いんで申し訳ないんですけれども、行きたいと思いますよっと。ということで、とりあえずね、かなり余談なんですけれども、一応ですね、なんとか、あれですね、つい最近やりましたプレゼントプロの方でね、当選者との、連絡の方が全て取りまして、なんとかですね、まあ、今回、まあ、3枚だけだったんですけどもね、なんとか配ることができました。まあ、次回ですね、
次はいくつあるかなとは全くね、あの、検討もついてないんですけれども、まあ、とりあえずお財布とご相談しながらね、ちょっとね、まあ、できる限り、まあ、前よりは少し豪華にできたらなと思うので、まあ、とりあえず、まあ、いつとはね、まだ、決まってないんですけども、まあ、また気が向いたらちょっとやろうかなと思うので、その際はね、応募の方よろしくお願いします。あ、これは、何も出てこないやつだね。これうまくご利用しすればさ、高速周回とかできそうなやつじゃない？てか、出撃制限結構おかしいんだけど。知らない間になんかずっと発表してたらこうなるね。あるあるですね。はい。ということで、お、2枚ですね。どんどん来ますね。はい。ということで、次ですね。全力結婚相談所ということで。多分これ5個で終わりかなと思うので、まあこれも行きたいと思います。行きましょう！主人！さあ、ということで、結婚相談所ということで。なんかこれ、最後っぽくない？お、まあまあまあ勝てるじゃない。一応こちらに、うわー、もうなんか属性関係ない気がしてきたんだけど、もう何のために組んだのかわかんないけど、まあこういうパンチでも勝てるよみたいな感じでね、まあやった感じだからいいかな。うん、いただきましょうかっていうことで、これどっから見てもメタルにしか見えないんだよね。メタルにしか見えないけど、体はカシマ持ちなんでね、ちょっとカシマ持ち久しぶりに食べたいな。まあとりあえず壁ひたすら出してあるかな。まあ、黒沢だけだったら問題なくない？普通に多分大丈夫じゃないかって。おー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。お、オッケー。いいね。で、このままあとはご利用しかな。まああとは傘自動が出てれば、向き足が結構今回いい仕事してくれてますね。あらら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 、やられたね。ということで、グデデネマシーンと、あれ、デメだっけ？あれ、グレタナマシーンだっけ？2人で。ライキョーラの抜き足も出しつつ、このまま行きましょう。まあ、前線はなかなかちょっと厳しいところかなと思うんですけれども、まあ、とりあえず、問題はないかな。多分、次が結構やばいのかなって思うので、もう全く見当ついてないんで、まあ、このステージ、まあ、本来だったら1個前のステージの方が、周回の方ができるステージなんですけども、まあ、今回は、ちょっとこれは難しいかなと。ちょっとね、まず属性の方がね、全く、あ、でもメタルじゃないこれ。メタルだよね、動き止めてるから。多分メタルだよね。ああ、よかった。メタルっぽいですね。一応確かこのグレタマだっけ、グレベレだっけ、このマシンに関しては、メタルの敵の動きを確か止める、性能を持った気がするんで、多分大丈夫じゃないかなと。あ、やばい、タイミングがめちゃめちゃ下手くそだった。まあいいや。まあ多分もう HP の方が多分次のノックバックすれば終わりかなって思って、いきますよ。次が本番なので、はい、 OK っていうことで、まあこれだけでも大丈夫かなと思うので、まあまあいきたいと思います。よーし、次だよ次。このパーツでもめんどくさいんでいきますよ。あ、そうだ、サブアカのサブアカもう一本持ってるアカウントの方でのプラチナチケット、ちょっと残り期間が少ないんで、ちょっとやろうかな、どうしようかな。もうそっちでなんかね、限定キャラクターとか出てきたら、ちょっとモチベーション上がってね、やるかなと思うんですけど、全く最近手つけてないんで、そこもね、やらんかな。はい。ということで、次ですね。最後の時でも恋したいということで、これちょっとスタミナがね、ちょっと全く足りないんですけども、とりあえずリーダーシップを使って全回復します。まあどっちにしても多分ね、またあのチケジーの方をですね、集めると思うので、まあどっちにしてもスタミナの方はマックスっていうかね、上げといて問題ないかなと思うので、ちょっとこのままいきたいと思います。じゃあ行きましょう、出陣。ちょっとね、本当に怪しいけどちょっとね頑張りましょう。まあ怖かったら、まあ一応ガオがね、黒ガオとノーマルが、1体ですね、いるんで、まあ出せば大丈夫かなと思うんですけども、ちょっと全然ね、まあ多分城叩かないと多分ボスの方は出てこないんで、まあこの間は一応基本的にはお財布ダメを中心に、黒ゴリでできたお財布ダメもさせてくれない感じですか。まあ、こんな感じでちょっとやってみましょうか。ちょっと怪しいけれども、全然クリティカルが出ないんだけれども、ちょっと全然さ、金欠がひどいんだけど、あ、やばくないこれ。ちょっと待って、一旦これで様子見よう。怪しくなってきたんだけど、ちょっと待ってね。いけるか。怖い。めちゃめちゃ怖いよ。いやー、何でボス、あー、なるほどね。ってことは、じゃあ、ノーマルのガオで行きましょうか。なんか平気な気がしてきた。なかなか、ちょっと難しいな。
なんか前のね、このつけ汁が手に入るね、ステージとはやっぱ全然違うんで、いやーちょっとゴリゴリやられてますね。でも問題ないでしょ、大丈夫だろ、いけるよ。これ負けたらちょっとさすがにやばいだろ。さあ行きますよ。よし、2体も出てくるの。もうあれで終わりかなと思ったんだけど、まあ大丈夫、もう側も方も出せてあるので、あとはひたすらこれで出すだけですね。ってことはどのステージを周回するのかできるんだろう。さっきの2個前ぐらいのステージの方が楽なのかな。まあもう大丈夫です、まあ、あとはスピードアップがね、あれですね。ああ、これもちょっとね、後でちょっとやろうかなと思うんですけども、ね、まあ一応ですね、ゴールドコインの特典としてね、スピードアップの方が無限回使えるので、まあそれをうまく利用すれば、あれかな。まあ比較的に早めに、まあチケットの方は紹介できるかなと思うのでね、まあまたね、集めようかなと思います。よし、こんな感じで、いい感じはですかね。まあ特になんか、すごい盛り上がりというものはなかったんですけど、ということで、なんと、クリアね、できましたね。ああ、まあ、まだだけどね。よし、OK、終了しています。はい、ということで、終了ですかね。はい、終了でーす。ということで、とりあえず今回はですね、これなんだっけ、あれですね、恋の5月病アゲインということで、チケット G の方が手に入るステージの方、とりあえずですね、何が出てくるか全く分かんない状態でとりあえずやってみました。まあ一応そうですね、まあやってみた感想としては、あ、とりあえず、出撃する敵はですね、こんな感じで、最後にちょっと参考になるか分かんないですけども、まあこんな感じということで、まだやってない方はね、これ見てちょっと参考にね、していただければなと思います。まあ基本的になんか黒い敵の方がね、中心的に多かったかなと思うので、まあ黒い敵と、あとはあれですかね、多分こいつメタルだと思うんで、まあメタル対策でも、しとけば多分大丈夫かなと思います。まあ、あとはですね、周回するそのステージとかでちょっと調べてね、どれが適するのかなちょっと後で確認してみたいと思います。まあその後ですね、チケジの方を集めて、まあ、もしかしたらまあ枚数によってはちょっとまた回そうかなと思うので、その時はね、動画にしたいと思うんで、よければ見ていただければなと思います。ってことで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。